この三つをぐるん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 回していくことで自分の中に軸ができる。太くて強くてブレない。何があっても動じない。強い強いメンタル、心が出来上がるんです。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。自ら輝き、世界を輝かせるスター、ミスター・オカチ。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。 今日、あなたに紹介する熱い言葉は、自分の軸を持とう。自分のことが嫌い。自分のことが好きじゃない。自分に自信がない。やると決めたことが全然続かない。そんな人は絶対に見てください。後悔させません。なぜなら今日は、ミスターオカッチが一番 どうしても伝えたいことやから。いきます。ちょっと待って、水飲むね。あ、あ、あ、いいですかオカッチ、僕オカッチ。オカッチは今年の5月、今年というか2021年の5月に、やり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出版しました。なんでこの本を出版したのか。それは、 自分がやると決めたことを諦める。そういう人をなくしたいからです。昔のお価値は何をやっても続かない。投げ出す子でした。な好きな女の子いましたよでもな。 好きって言うても、どうせ振られるんやろうな。キモいいって思われるんやろうな。そう思ったら、話しかけることもできへんかった。小学校の時、バスケットボール部に入りたかったよ。お父さんと同じね。でも、 どうせ入っても僕よりも足早い人、背高い人、運動神経いい人がたくさんいる。だからどうせ試合に出られへんやろうなそう思ったらお勝は漫画部に入りました。そんな感じで言いたいことが言えない。やりたいことをやれない。自分の気持ちを我慢して何をやっても続かない。そんな自分が大嫌いやった。今なら はっきりとわかります。これまでおかちはアメリカ、そしてこの日本で1万人以上の子供と向き合ってきました。1万人以上の子供を教えてきました。その中で自分がやると決めたことを最後までやり抜く子。 自分に自信を持って目を輝かせてやりたいことにどんどん挑戦する。そういうやり抜く子と自分のことが自信がない。自分が嫌いだ。言いたいことが言えない。何をやっても諦めてしまう。この投げ出す子にはたった一つ大きな違いがあったんです。それが、やり抜く子は、 自分軸を持っている。投げ出す子は他人軸を持っているということです。つまりそれはあなたが自分に軸を持てば軸、自分軸を持てば自分がやるって決めたことを挑戦し、自分のことが好きになって自分に自信を持ってどん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 やりたいことをできる。つまりこんな感じで目が キラーンって、目がキラーンって輝いて、毎日楽しく過ごせるということ。今日はまさにそれなの。いいですかどうやって自分軸を作るのか自分の中で一本の軸を持てるようになるのかそれを今から話すの。今からミスターオカッチが話すからよろしく。早速ですが、あなたに質問です。 自分軸とは何ですか自分軸自分軸おかちうるさいなうるさいやろうあなたに質問です自分軸って何なんだろう自分軸を持てば自分に自信を持って自分のことが好きになれるそして諦めずに挑戦できる自分軸とは何かそれは自分軸を持っている人というのは 自分の心の声に素直に従って生きる人いいですか自分の心の声に素直に従って生きるこれが自分軸ということじゃあ他人軸はこれです他人の声自分の声ではなくて他人の声に従って生きるということわかる 考えてみてこれ。な、これ人生の車っていう線ちょっとおかちここ見にくいからこっちに移動するけどさ、これ人生の車。車な車。英語で言ったら car。英語で言ったら car って言います。 車やとするには人生の車な。その人生の車を運転している、この運転席ハンドルを持っているのが、自分ではない親やったり、友達やったり、先生やったり、社会のルールやったり、常識やったり、自分ではない誰かが自分の人生の車を運転していて、そして自分は、ここ。自分、自分な。 運転席ではない、後ろの席に座っている。自分がこっち行きたいって言うたとしても、言うたとしてもな、ハンドルを握ってんのはこの人。親であったり、大人であったり、先生。この人がこっちに行きたいって言ったら、こっちに向かってアクセルを踏んで、アクセルを踏んだら前に進むし、そしてブレーキを踏んだら、 止まることができるの。つまり自分がやりたいことはこっちって言うたとしても、そんなんやめときって言ってブレーキをこの人たちがかけて、この人たちが行きたい方向に行く。これが他人軸です。自分がやりたいことがあっても、それが実現しない。これが他人軸。他人の声に従って生きるということなの。いいですか自分軸というのは、本当の自分で生きている。 本当の自分を大事にしていてそしてこちらは本当の自分よりも周りの人を大事にしているこっちが他人軸ちょっとずつ分かってきたかなもう少し詳しく紹介するよ自分軸というのはこれ感じるるる考える行動するこれがな一本の軸これが一本につながって ってんね、自分軸っていうのはまずは感じるここがスタートスタートスタートね出発点はここなの自分で感じるということどういうことかえー、っとあちょっと黄色い服聞いたら あ黄色い服着たらなんか気持ちいいなとか、なんか、えっ、ー、と、メガネをかけたいなとか、え、なんか水飲みたいなとか、え、なんかあそこにある石をひっくり返したら、なんかどんな虫が出てくるんかなとか、そんな感じ。自分の心がやってみたいって思うこととか、楽しそう。 って思うこととかもっと知りたいって思うこととかなんかあるやろ自分の心の声自分の心の声で好きだと思うこと楽しそうだと思うこと面白そうだと思うこと学びたいと思うこともっと知りたいと思うことその逆もそうおもんなさそう嫌いやなむかつくそういう自分の心の声を聞く心の声を感じる。 これが出発点です。自分軸の人は自分の心の声を聞いて、それを感じるっていうことが出発点なの。そして二つ目。これが一つ目な。1、2、3ってなった時に、二つ目は考える。 自分が感じたこと楽しそうやなと思ったことをどうやったらそれ実現できるんだろうって考えた,らど考えたりどうやったらもっと楽しくなるんだろうどうやったら分かるんだろうっていうふうに感じたことをどうやったらそれができるのかそれを考えるこれが二つ目なの。自分軸感じてて考えて作戦を練るとといいうことそうこそすればろんな 作戦が出てくるでしょう。いろんなアイディア。こうしたらいいんちゃう。ああしたらいいんちゃう。ってアイディアが出てきます。そしてそのアイディアを、三つ目。行動する。実験する。練習する。努力する。がむしゃらにとにかくやってみるということ。 これが三つ目のステージです。そしてそれをやってみた結果、もちろんうまくいくこともあるし、うまくいかないこともある。勝つこともあれば負けることもあるし、合格することもあれば不合格になることもある。そのやってみた結果をまたここで感じるの。な、これ感じる。やってみてどうだったんだろうってまた感じる。そして感じたことを考えて、 行動するこの「感じる」「考える」「行動する」「やってみてどうだったかまた感じて考える」「行動する」これをねぐるん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 回していくとな回していくと自分の中になちょっと自分の中にね太いね軸わかる太いこれ軸ができていくのこれ軸がな感じる考える行動するっていう一本の太い軸ができていくのその軸のことを自分軸と言います。 またの名を個性ですよく聞くよね個性っていう言葉 その個性って何なのかそれは自分で感じる。どんなことが好きか何が楽しいのか。その自分の興味であったり好きなことであったり関心。それやってみたいってことを感じてそれを考えて行動する。そうすることで自分の中に軸ができてそれがあなたの個性になる。あなたにしかない武器になるんです。なんとなく分かってきた自分軸って。じゃあ 他人軸の人はどうなのかそういうことだよね他人軸昔のお価値はどうだったかそれはこれです感じる力も考える力も行動する力もものすごくちっちゃいんですめっちゃちっちゃくてそれぞれが線につながってないてんてんてんって感じなんでこうなるのかそれは これだからでしょ。自分の声じゃなくて他の人が言うことを聞いているから他の人が考えることに従っているからな他の人それはつまり友達であったり親やったり先生やったり周りの大人やったり親戚のおじいちゃんおばあちゃんかもしれへん誰でもいいやな自分がやってみたいっていう気持ちよりも 英語やっといた方がいいんちゃうプログラミング習った方がいいよ。中学受験に行かないと将来困るよ。この服よりももっと静かな青い服の方がいいんちゃうっていうような周りの人からの指示。指示であったり、アドバイス、助言っていうよね。助言であったり、命令。 であったり自分が困ったときに自分が動くのじゃなくて周りの人がヘルプしてくれる助けてくれるなそうすることで自分でね考えなくてもよくなってんだって自分が考えなくてもここでな 泊まっってて座ってるだけでみんな周りの大人が答えを教えてくれるそれをただやってたらいいので困ったことがあったら困ったって言うたら周りの大人がお金を払ってくれたり、えー、友達と喧嘩したのを解決してくれたりする助けてくれるのだから自分から行動しなくてもよくなった考えなくてもよくなったいいですか人間の脳みそ人間の力っていうのは使う機会がなか,なかったら能力は どん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 落ちていくねん。わかる考えなかったら考える力はどん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 落ちていく。行動しなかったら行動する力がどん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 落ちていく。英語、英語力をどんだけ持っていたも、持っていてもな。英語を話さなかったら英語力は落ちていく。英語を忘れていくねん。わかったいいですか使わなければなくなる。それが人間の力や。な。で、他人軸の子、昔のお価値は、 自分で考えることよりも。 周りの人の指示とか助言とか命令すること通りにやっていた。周りの言われたことばっかりやってたの。そしてね、自分が動かなくても、周りの先生が助けてくれるって言って、自分は何も動かなかった。周りの人が助けてくれたの。だから、考える力も、行動する力も、こっちの自分軸の人と比べて、めちゃめちゃ小さかったの。そしてもう一つ一番大きな問題。一番大きな問題は、ここ。自分が、 どんなことを感じているのかっていうことが自分でわからなくなったのなぜならこれこれだからわかる自分の人生のこれ心やと思ってか心の中やと思ってよ心を動かしているハンドルは自分じゃないね他の人が握ってんねんだから自分がやってみたいとか楽しそうと思っている声っていうのがおかっちのところには頭には届いてないね心の声が頭には届いてないねだから 自分がどんなことが好きなのか何がやりたいのかどういう仕事で、えー、仕事で生きていきたいのかっていうのが全然分からんかったなぜなら自分の自分のな心の中の自分を閉じ込めてたから閉じ込めてたんよおかちは閉じ込めてただからおかちは自分がやりたいこと好きなことが全然分からんかっただから出発点はいつも友達や親とかや なおかちはカレーライス食べたかったでもみんながなハヤシライスを頼んでたカレーライスを食べたいけどおかちはハヤシライスって言うたよなみんながなんかミスタービッグとかクイーンとか外国人の音楽を聴いてたおかち全然なんか興味はなかったけどな興味なかったけどみんなが聴いてるから自分も「やろう」って言ってミスタービッグとか外国人の音楽聴いたよな自分がやりたいことよりも周りの人とおんなじことばっかりやって周りの 人かから言われたたことばっっりやってたそうすると自分が何がしたいのか自分の心が自分でわからなくなったんだよわかるそうすることでお価値は投げ出す子になってしまいました投げ出す子になこれで分かったよねどうやったら自分の軸ができるのかそのメカニズムをあなたに説明したな自分軸とは何かそれは自分の心の声に素直に従って生きる人言い換えれば 自分の人生のハンドルを自分で持つこと自分でアクセルを踏んで自分でブレーキを踏んで自分が行きたいところを決めてそっちに向かって進む人これが自分軸です自分軸の人は本当の自分で生きていてそして他人軸の人は本当の自分がどっか行っちゃった後ろの方に座ってるそんな感じですそしてもっともっと言うよ自分軸 えー、自分軸ではない。ごめんなさい。な、他人軸他人軸で投げ出す子っていうのは、こんな感じで、こんな感じな。これエネルギーやと思って、あなたのエネルギー、太陽みたいなな。太陽みたいなエネルギーな。エネルギーがね、いろんな方向に向いてしまってんのな。エネルギーがいろんなところに行ってね。周りの人からあれやった方がいいよ、これやった方がいいよってね。いろんな人がいろんなこと言うてるから、こっちやったり、こっちやったり、こっちやって、エネルギーがいろんなところに行っています。でも、やり抜く子は、 自分がやりたいことが決まっているからな。決まっているから、その一つの方向に向かってエネルギーがドバーっていくね。だから、ものすごい力を出せるんだよ。わかる考えてみて。太陽。 太陽ものすごい力持ってるやろ。エネルギー持ってるやろ。でも太陽の前にな、白い紙なんでもええやんな。こういう白い紙白い髪を置いても、それ燃える紙燃える紙置いただけで。燃えへんやんか。でもな、その太陽の下に紙を置いて、その上に虫眼鏡を当てるでやん。虫眼鏡をこうやって当てたら、太陽のエネルギーがこんな感じで一点に集中して、この紙は燃えるでしょう。 そういうことなの。自分の力が一つ、これやっていうところに集中すると力を出すことができる。それは学校だけじゃなくて、中学に行っても、大学に行っても、社会に行っても、会社に入っても、どこに行っても同じや。これやっていうことに一点、夢中になって一生懸命やってると自分の力を発揮することができる。そしてもう一つ、ね、えー、投げ出す子は、周りから 褒められる、認められるっていうことを、えー、エネルギーにして、これ心のバケツやと思って、心のエネルギータンクやなバ。エネルギータンクやと思って、周りの人から褒められたい、認められたいっていうことをエネルギーにしてます。な。で、こっちの人は、な。自分がやってみたいとかね、これ楽しそうっていう心の中で自分でエネルギーを足せんねん。な。 でこうエネルギーがなやってみたいこれやってみたいっていうことが溢れてくるからその溢れてくるエネルギーで周りの人たちを幸せにしてるんだよわかるかいここまでなんとなくわかった自分軸っていうのは自分がやりたいことで生きていて投げ出す子っていうのは他人軸っていうのはやりたいことではなくて周りの人にやってほしいと思うことつまりやるべきで 生きているのそして周りのか人から認められることがエネルギーであってこっちの人は自分の心の中からどん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 エネルギーが出てくるだから疲れへんしストレスもたまらへんし周りの人たちを自然に幸せにするだから自分軸の人の周りにはたくさんの人が集まっている人気者になれるということじゃあ どうやったら自分軸を作ることができるのか。もう、ここまで聞いてくれたあなた、ありがとう。ここまで聞いてくれてありがとう。もう分かったよね。自分軸の正体が分かったよね。そう。自分軸というのは、感じる力、そして考える力、そして行動する力。この3つの力をレベルアップしたら、 自分の中に軸ができてきます。そして、感じる力、考える力、行動する力、それを一言で言うと、ライフスキルです。言うよ、言うよ。脱ぐよ、熱いから。脱げへん。 だからあなたに伝えたい自分の中に軸を持とうライフスキルを身につけよういいですか学校の勉強大事漢字やったり英語やったりダンスやったりピアノやったり足速くする練習それはめちゃくちゃ大事やでも自分の中に軸がなかったら こういういライフスキル感じる力考える力行動する力がなかったら自分の力を発揮することができへんねんで、自分が何がやりたいのか何が好きなのかが分からなくなって苦しくなって辛くなってそしてやめてしまう何をやっても続かない投げ出す子になっちゃうんだよだから勉強は大事練習は大事努力することはとても大事やそれはめちゃくちゃ大事でございますそしてそれと同じぐらい自分の心を 感じるということそして感じたことをやってみて考えるということそして考えたことを実際に動いてみる行動するこの3つをぐるん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 回していくことで自分の中に軸ができる太くて強くてぶれない何があっても動じない強い強いメンタル心が出来上がるんですいいですかまずは1つ目 ここのの感じるとということがあなたの出発点です自分の人生の車のハンドルを自分で持つということや自分が何がやりたいのか何が好きなのか逆に何が嫌いなのか何がムカつくのか何が悲しいのか自分の心で感じたことその感じたことを言葉にするということいいですか心心ののの声声をを聞いてその心の声を 言葉にしよう。これがとても大切です。あなたにどうしても伝えたいいいですか心の声を聞いて、その心で感じていることを言葉にしよう。そしてできたら、目の前の人に伝えてみよう。嫌やなって思う気持ちがあるんやったら、ムカつくなって思う気持ちがあるんやったら、それをね、ムカつくんじゃって、そんな感じではなくて、言葉にして伝えよう。順番抜かしをされて嫌な気持ちになった。えどんなことでもいい。 ね、消しゴムを貸してくれて嬉しいよどんなことでもいいから自分が感じたその心の声を自分でまず言葉にするそして言葉にできたらそれを親友達先生自分の周りの大切な人にあなたの心の声を言葉にして伝えるんですこれがまずとても大事まずはここから出発点や人生の車のハンドルをあなたが持ついいですかそして そこでやってみたい楽しそうやなそしてもっと知りたいって思った心の声を聞いたらなそれを自分の頭で考えてどうやったら実現するのかそれを考えるの考えてそして最後は自分で決めるあなたが決めるの自分で決めてくださいないろんなアイディア情報、ね、教えてもらったらいいいろんな人からアドバイスをもらったらいいんよ でも最後に決めるのはあなたやあなたが決めるんです自分の人生をどう生きるのかどういう学校に行きたいのかどんな仕事をしたいのかあなたが決めるんですそして自分で考えて自分で決めたことそれをやってみる努力する挑戦する一歩だけでいいから踏み出してみよう一回だけでいい三日坊主でもいい3回やったら十分や まずはやってみる動いてみる行動する行動しないと何もわからへんねん何も見えてこうへんねんそうやろだから自分で考えたそのアイデアをその作戦をまずは1回やってみようそんな感じで自分が感じた心の声を聞くそしてそして考えて最後は自分で決めるそして自分で決めたことをやってみるこれをぐる,んぐる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 ん回していくことであなたの個性ができてくる。 自ら輝けば世界は輝く I am a starYou are a star お勝ちはあなたがあなたの軸を持ってあなたらしく輝いて過ごすことを心の底から応援してます